こんにちは、ベンジです。ドラッグオンドラグーン3の続きをやっていきます。今回は3章6節、助けて。なぜか森の神殿でツタに絡まっているミハイルを発見、神殿の2階へと進みます。2階へ進みますつうかさ、まだ1階にも行ってないんだけど、行きます。戦輪は大きいので OK ね。あー、強化しときゃよかったよ。まあいっか。攻撃力で困るってことはまだないからね、そんなに。まあちゃんと強化してってるからなのかもしれないけど、その攻撃力1の差で何が違うのかが どれくらい違うのかがね、まだちょっと分かってないんでね。10くらい増えるのがどんくらい影響するのか。まあレベルで攻撃力もあるのかな、なかったりして武器だけかな。何その滑りながら歩いてんの。助けて。うわー、雰囲気いい森、好きこういう森。あ、何遊んでるんだあいつは。本当だよ、なんとかできるだろそれ。見えないね。よし、宝箱。こんなところまでゼロの一個が。見ろ、落ちた様まであの中に。久々に剣使う。あ、これ見とこ、4つ目いいじゃん、使いやすい。あんまり上ばっかり見るなよ。ドログと大変でした。いや、上を見るとあのアホが目についてイラつくからだ。よく捕まるよな。イラつくのは自分だけじゃないのか。シュリー様に捕まったのであれば、体をいろいろいじられている可能性があります。体をいじられデーカート。いい加減しろお前。いや、最高大変だな。大好きだもん。いいね、こうやって武器切り替えてやるの楽しいわ。こいつらは戦輪で先に倒せってことなんだろうな、ほんと。似たようなもんだろ。よっしゃ。ふぅ、こう、よっしゃ、間に合った。こいつらは格闘でか。最後までフリー様をお守りするぞ。やっぱ早すぎる。許す。なんだ、嫌に首相だな。首相だ。いつものように痛いだの、僕は頑張っただの主張しないのか。ないか。言っていいの。しゃ、あのね、あのね。しゃべるな。下がますます食い込むぞ。切ってやるから、お口チャックで待っときなさい。これで切れねえか。お、ここはどういうこと。まあ、こっからあいつを倒せってことじゃないのかな。どうぞ、どこに。あっちだったこっち。届かない。むむ、あ、普通に行けんのかよ。どう来たかもうわかんのか。よし、見えたことない。よいしょ、これかっこいいね、上に伸ばしてどうする。お、落ちれるよこれ。誰か落ちてたのってか、あとはなんか仲間をさ選択するのなんかあんまり意味ないような気がする。あいつら役に立たないからさ。ここだ、ドスンっていくよ絶対。え、来たの。おう。思った通り、剣で刺してやる。ひどいよ、ひどいよゼロ。君の愚痴は後から聞いてみる。あ、来た、スリー来た。わー、いい靴、ハサミ、剣も持ってるね。え、生身で戦う。戦わないよね。うわー、スリー雰囲気あるね。ん、
ゼロ姉さん？スリー様。オクタ。かわいい。もうやめましょう、こんなこと。え？よくわからないな。なぜお前がそこにいるんだ？あら？裏切ったのです。スリーの指図じゃないんだ。ああ、そう。うわ、切られるぞ。あくびだった。それはともかく、まだ残ってるから注意した方がいいんじゃない？え、アンデッドだね。強アンデッドじゃない。お、乗った。え、ボス戦じゃないよね。もう忘れたよ、戦い方。オクタ。はい。なぜ裏切ったの？あなた様の修行に愛想が尽きたためです。人間を改造してその命を追って遊ぶ悪趣味者に愛想が尽き果てたのでございます。これいいね。様のお遊びにはこれ以上付き合うことができますか？本当は違うよね。はい、私がオクタの愛欲の対象にならないから、オクタの無縁の渇望に私の熱が残らないから飽きちゃった。いや、本当はそうだよ。それあそこなんかある。それだけが理由では。ああ、いけないな。それもあるけど、それだけじゃないってことね。ただのボーナスステージだな、これ。攻撃もしてこない、こいつら。なんか、こんな楽だと裏がありそうな気がしてきちゃう。どんだけ連続で吹けるの？おい、スリー。君自身の無限の活動であるが、どこに向いてるの？私の欲がないとは言わせないぞ。改造手術じゃ。このむっつりネクラ女。むっつりネクラ女。私の愛欲の対象は使徒じゃない。自分の兵たちだけ。かわいい、かわいい。小さな兵隊。いや、オクタだってさ、兵隊じゃないの。このアンデッドだけなのか。で、どうする、オクタ。私はゼロ様に付き従うこととします。へえ、そうなんだ。切られるぞ。刺されて。上に赤い点1個あんだけど、3かしら。多分そうだよね。攻撃はできなかったと思うけど。スリー様、このような非道な行為はもう。お、何か勘違いしているみたいだけれど、使徒は自らの意志で主たる歌うたいを変えることはできないの。ふんふふふ。いい笑顔だね。かっこいい、スリー。きたもおれ、きたもおれ。操られた。第三の歌、西への区別、悲願を望みし、大魔の力、輪廻を拒む破壊の兵団、理性と秩序の宿業を廃人に解散。我が国家の名において浮かせ、アルミサイル。いいね、あの笑いが歌だったんだよ。どこ食ってきてるの？おお、道案内人形じゃん。やるか。あ、ミサイル。大体全部天使の名前がついてるのかな。これの練習させてたってわけか、さっき。あの携帯で。ちまちま兵士人形を食らってんだけどさ。どこが怖いんだ？人形ではありません。人間を改造した兵士なのです。そうなんだ。震えちゃうほど。あ、死体とかじゃない。
え、なに爆弾か。爆弾っぽいな。ピッピッって言ってたの今。ほらほらほら、こいつらくっついて大きくなったりするのかな。ほら爆発してる。倒した。うわーでかくなった。あーかわいいかわいい。体の方から頭に飛びついた。効かない。こういう時はこれだ。食らってるね。よいしょ。その時だったら当たるか。普通にこれだったら当たるんだよ。これが終わると、あの攻撃は結構力を使うらしい。ここは食らうよな。隙を見て攻撃しろ。よし、なんか今のところ弱い。やばい、飛んじゃった。いった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 。よし、今だ。オッケー。全然ドンと迷った。あ、やべ、張り付いてる。もう回避すれば振りほどけるか。よいしょ、逃げよ。オーケー。おお、頭飛んだ。見えてる見えてる。いいぞ、ぶっつぶせ。オーケー、頼む。よいしょ、どうだ。やったか。やったわ。ねえ、ねえ、ゼロ。え、早すぎたか。喋る前に終わったわ。さすがお姉様、すま。うわっ、そっか、頭で。ああ、蹴ったのね。そんなじゃ死なねえだろ。頭んとこに刺さってんのかな。違った、ハサミ両手に持ってた。こんな程度で歌うたいが殺せるとでも。これからだ。うわどうしたんだ。そんなことするやつじゃなかったじゃん。そんな、どうしてミハイルがいきなり。本当だよ。これが竜の本性なのか。まさか竜は成長はするだろうな。え、おいおい、ゼロを攻撃したか。皆様ご機嫌麗しゅう。どなたですか。我が名はセント、主トゥー様の命により。トゥー、忌まわしき竜を回収しに参りました。ま、待て、操ったのか。いや、待てませんね。なんせ忙しい身でして、昨日なんて8時間しか寝ていないんですよ。十分だね。僕レベルの使徒じゃなければ今頃死んでいましたね。いや、本当に良かったな。かっこいい、それ。ロボット話しすぎたようですね。あまり時間をかけるとトゥー様に怒られてしまいます。怒るんだ。いや、決してトゥー様が怖いわけではありませんよ。トゥー結構好き。そこは誤解のないようにしてくださいね。みんな好きだけど。お願いしますよ。ではごきげんよう。あ、手つないでる。いいロボットだね。ロケットだね。ミハイル。ミハイルって言ったよ。ああ、なるほど。あの姿をミハイルと重ねたわけか。そうだよね、ミハエルみたいに甘っちょろい感じじゃなかったもんね。これで3のところはクリアね。ここは宝箱ないよね、さすがに。あ、給料日来た。
じゃあ給料日を楽しみますか。で次回からは2の章に入るな。第4章ね。アイテム大きた。買っとこう。あら銀は入らないんだ。まあ8個もあるしね。武器は S だ。えこれ剣だね。 S。 あいいな。剣はね M が今んとこ いんだよな。うん剣は M、 槍は今持ってるのどれだ。 L だっけ。あ M だね。別に L でもいいかもしれない。で格闘装具は S で戦輪は L。 そのあれだね、あれによって違うわ。種類によってどのサイズがいいか違うね。まあ好みなんですけどね。うわー飛ばすな。これだ。よしやるか。ケンタウロスね。あとはどうすればいいかお分かりいただけますね。だって最初から歌うたいはやった方がいいってことに気づきました。なぜかっていうと、まあまあ見ててくださいよと。格闘装具だよね。格闘装具で、わあ背景ちゃんと3の森の最後のとこになってるね。いい美しい。じゃああれだね、その3の最後のボス戦のステージで戦うんだろうね。いきますよ。あ違う。でワープして、よっしゃー、けけけけ。やれやれやれ。オッケー、7割8割削って。あれ剣だ、間違った。何でもいいのか給料は。オッケー倒した。で倒したらどうなるかっつうと、追加ミッションがね来るんですよ。全部拾え全部拾え。オッケー拾った。追加ミッション来い。黄金騎士来た。よし、ゴーストラッシュ。歌うか。歌える歌える。やれやれやれ。終わった。倒した。14,280。すごい。あ。どんどん出てくるのね。一体倒すたびにって書いてたわ今。よく読めなかったけど、まあ黄金騎士たちって書いてたからね。黄金騎士、え4倍になるじゃん。すんご、57,000。こら美味しいわ。じゃあ今までのやり方は間違いだったね。最初ちょっと攻撃してから歌いやってて、前はやってたんですけど、最初からもうフルボッコにして黄金騎士をどんだけ倒せるかっていうもんだ給料日は。 OK、 じゃあ次の砂の国の給料日でそれやりましょうか。まあ途中で金足りなくなってってなったら、このどっかやりに行きます。はい、ということで次回からは2の支配する砂の国編に入ります。では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。